梅本和義は、日本の外交官。外務省北米局長、内閣官房副長官補、中イタリア特命全権大使、国際貿易、経済担当大使県内閣官房官太平洋、経済連携協定主席交渉官を経て、独立行政法人国際交流基金理事長。東京都出身。1975年東京大学理学部、数学科卒業。 1977年、東京大学大学院理学系、研究科数学専門課程修了、理学修士となり、外務省入省。1994年外務省、大臣官房総務課企画官、同年北米局日米安保条約課長、1997年経済局国際機関、第一課長、1999年アジア局、 北東アジア課長、2001年アジア、太陽州局北東アジア課長、同年総合外交政策局総務課長、同年在英国日本国大使館、講師、2004年外務省大臣官房参事官兼、中東アフリカ局、同年外務省大臣官房参事官兼北米局、2006年外務省、大臣官房審議官兼北米局、2007年外務省、 大臣官房審議官県総合外交政策局2008年大使2009年北米局長2011年官房付を経て中水室特命全権大使兼中立ヒテンシュタイン特命全権大使2012年内閣官房副長官保険外務省参与2013年1月17日付で国際連合日本政府代表部特命全権大使 実績代表に就任。2014年8月5日から、中イタリア特命全権大使。2014年10月21日県中アルバニア県、中サンマリノ県中マルタ特命全権大使。2017年7月7日、国際貿易、経済担当大使兼内閣官房間太平洋、経済連携協定ことが判明し、横田の父、横田茂から批判された。 梅本は北朝鮮との交渉の結果、決まったやり方で面会が実現した。許されれば写真を撮り、紙や爪を持ってくればよかったが、私は一組、約30分という限られた時間の中で面会を最後まで終えることが重要と判断したと述べ、北朝鮮側がつけた条件に沿って面会を行ったことを説明した。読売年間2016年版。 1> p 1 8 7ト t p p 主席交渉官に、梅本氏を、専人企業政府、早期発行を目指す三期ビーズ東京大学理学部、広志法、梅本和義新理事長略歴日本経済新聞2002年、カメラ持たずに面会外務省を家族が批判。共同通信社 47newshttp://www.47news.jp:/cn/200209//cn2002091801000528.html2013 年11月1日閲覧写真撮影や会話に制限生存者面会の中英講師共同通信社 47news,http://www.47news.jp:/cn/200209/cn200209240100066.html2013 年11月1日閲覧。ありがとうございます。